それ霊育から小さいのから神様の霊育みたい霊育です。山からそれ山けど夏時からこう山まではみんな牛持ってくるからそこで神様の町、そう神様の町です。それですごい雪降る、ちょっと一ヶ月雪降ってるぐらいな、そこで本当に今は私友達日本人と本当には実家どこの僕はい加藤さん、はい、神奈川、神奈川ですね。島根で休んでるところ、今は島根川浜田市八佐賀の住んでます。はいはい、私の友達すごいね加藤さん、ありがとう、ね、ありがとう、雪すごいよ、雪すごい、20センチぐらいあるよ、もっと20か30あるよ、もっともっと、うん、すごい、うん、本当すごい、危ないね、雪合戦できますね。そうそう、そこでは今誰もないから、多分はここで暮らして牛からな、牛の家から今雪降ってるんだないけど、ちょっと村はもっとあっちのから綺麗、今じゃら天気悪いけど綺麗です。それは加藤さんです。日本語で喋っては大丈夫です。こんにちは、みんなさん、めちゃめちゃ新さんがガードしてくれてここまで来れると思ってないです。ああね、本当よかった。あんまりツーリスト来ないですね。あ、そう、な、多分は去年来たからオーストラリア人と、オーストラリア人、すごい。ヨーロッパ。そう、ヨーロッパとオーストラリア。遭難するよ。そう、どこまで行こうから。じゃあ後からビデオスクールからね。はい、今終わりです。ありがとう。